シュアです。今回はパッチ 6.4、 5月23日までの開催となったモグコレ報酬での先物取引金策を紹介します。この金策は買ったものが値下がりする可能性もあり、ある程度リスクがあるので、ビルをある程度所持していて赤字になる可能性があることをご理解ください。今回のモグコレで負けに出品できるお得な交換品は、メガロトラグスホルンとヘアカタログ、ビラバニアンブレイドの2種になります。この2種の交換品は、ある程度タイムコストをかけないと入手ができないので、高額で取引が行われています。2年前に開催されたモグコレ、祝祭、で交換できた、エモーとサムダルはモグコレ開催中50万ギルで大量に出品されていたんですが、今の価格は120万ギルで取引されています。60万ほどの利益ですね。このように寝かせて利益が出ることがあります。時給換算でも負けから買うだけなので効率もいいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。